中って清和塾だったよね、はい、山中も清和塾だよね、うん、だったよね、あれ違う、いや山中はペガサスにも入ってるけど清和塾も入ってる、あ、そうなんだ、あれなんかどっかなんか山中が、うん、なんか金星とそのねなんか同じようなやつ入ってるようなイメージだったけど、うん、ペガサスは入ってる、ペガサスってなんだっけ、アトミシ、あの、アトミシ、シュンイチさんのところ。いわゆる、あの、チェーンストアマネジメントの第一人者だね。ついでに言うと、まさかの人らしいけど。ああ、そうなんだ。だからペガサス塾は有名なのがだから、ダイエー、伊藤洋華郎、イオンのジャスコ、そう最初当時のジャスコと二田の次のジャスコだね、ここ、うんうん、が入ってたっていうのは有名なところだね。とりあえずちょっと一回これ休んで、はい、よし閉めよう、閉めましょう、はい、何事もなかったね、使えない話ばっかりしたなきっとね動画的にはもう10分ぐらい今回飛び飛びやと思うダメだね、この2人だとねついついねあのオンでできない話しかしないね、さすがにカットするわさすがによう載せれんわということでまあなんとか無事帰ってきましたよということで、まあこんな感じでね今後はねもうちょっとなんとかねより斬新なね企画にしてね、はい、やっていきたいなと思いますから、いくらでも時間あるからね、はい、全然あれだよ、あのカメラで撮ってきてもらって出してもらったらこっちで出しますんで、うん、そういう、うん、動画を撮るあれがないや、だって別に編集しようと思えばできる人間なんだからさ、まあね、うん、やればいいじゃん、暇なんだろうって思うけど、いや、まあ、一番ネタは探せるけど、うん、うん、別にあの、ゆっくりボイスとかでやってもいいじゃんって思うけど、ああゆっくりな、うん、あの伊勢鉄のさ乗り放題切符ってあるじゃん、1000円のあの、ああ1ヶ月あれをさ、ちょっと、うん、あの今年なんか1月暇だからあれ、うん、買って、うん、やりゃよかったよ、乗り潰ししようかなとか思ったけど、うん、まあまだね間に合うけどね、土日使えるから、うん、あれすごいもんね、あの1000円で乗り放題だもんね、1回使ったらもつ往復したらもつ取れるからな、あれ、うんうん、もうカバラだなんてチャリで行けるからさ、そう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 だね、数で降りてちょっとブラブラするのもありかなって思って、そうだね、うん、あれはありだと思うんだよね、あれはちょっと気になったから使おうかなと思ったけど、うん、結局他のことずっとやっとったから、うん、使えずじまいだけど、よし、じゃあとりあえず、はい、最寄りのまたファミリーマートで買いまして、そのまま帰りたいと思います。ということで、以上ご視聴ありがとうございました。終わり。